どうも高井です。最近ザ・フードラボっていう料理の本パラパラパラと読んでいます。料理の本というと日本だと主婦向けの凝った料理のレシピが載っている本が一般的ですが、この本の料理オタクの著者は趣味全開で書いてくれています。非常に今のその日本の主婦向けの本と比べると面白いですよ。天と地の差を感じるぐらいです。それは言い過ぎかもしれませんけどね。ただこの本の著者ね、料理をする道具を選ぶ哲学から、作る料理は卵焼きからあとゆで卵からとか、100度に沸騰したお湯の中に24個の卵を入れて30秒ごとに取り出していく。で、中身を切ってこんな状況だよって見せてくれてる。そんな本なかったからね。初心者向けの料理の本っていうのはなくって、応用者向け、もう入門向けの本ではないっていう本が多数ある中、こういう本が出てるってないよね。中にはちゃんとした応用編もあるんだよ。あるんだけど、主婦向けの本が多いっていう中、こういう本があるのっていいよね。目玉焼きからレシピがあるみたいな、そんな本今までなかったからね。ちょっと読んでみたら面白いかも。もしかしたら料理ハマっちゃうかも。チャンネル登録お願いします。画面の右上のボタンを押してください。それでは。